もうちょっとこっちを照らしてくれないか。あ、はい。お、あったあった。この椅子だよ。よかった、見つかって。何してるんですか？パパと物置の中整理してたのよ。僕もお手伝いします。あー、その椅子は僕の。そう、タラちゃんが赤ちゃんの時使ってた椅子だよ。覚えてたの、タラちゃん。タラちゃんの椅子。パパの会社の人がぜひ欲しいって言ってるんだよ。あげないです。どうしてあげないの？カツお兄ちゃんもワカメお姉ちゃんも椅子を持ってます。タラちゃんも学校へ行くようになったら買ってあげるよ。今欲しいです。あ、何やってるの、タラちゃん。勉強してるんだって。だったら姉さんたちの部屋でやればいいのに。あっちはうるさいです。あの調子じゃ当分諦めそうにないな。見られたのがまずかったわね。マスオ君。ああ、お父さん。こういうことはわしに任せなさい。タラちゃんや、ちょっといいかな。何ですか？おじいちゃんもパパも自分の椅子は持ってないんだよ。会社に持ってます。あ、しとったか。でもおばあちゃんは持っておらんぞ。持ってますよ。どこに？お庭で使ってます。こっちはママの椅子です。お父さんの負けだね。タラちゃん、赤ちゃんの椅子に座ってるとこイクラちゃんに見られたら笑われちゃうよ。笑われてもいいです。タラちゃんもだんだん進化してきたね。進化せんのはお前だけだ。うちにはないんですけど、ご近所に聞いてみますわ。お願いします。タラちゃん当分諦めそうにないもんで。はい、わかりました。あぶぶ。大丈夫よ、イクラの椅子は取らないから。ただいま。おかえりなさい。タラちゃん、後で僕の椅子をあげるからね。本当ですか？ああ。どういうことなのよ、カツオ。花沢さんがね、お店で使ってた椅子がいらなくなったからくれるって言うんだ。これから取りに行ったから。僕の椅子ができます。よいしょ、よいしょ。まあ、中島くん重かったでしょ。すみませんね。いえ。こんな立派な椅子本当にくれたの？あちこち傷んでるから新しいのと取り替えたんだって。カツオ、こんな椅子で勉強できると思ってるの？それはやってみないと。もしできなかったら僕がこの椅子を引き取りますから。はい、タラちゃん、約束通りこの椅子使っていいからね。どうもです。タラちゃん、椅子を机代わりに使うの？ちょうどいいんです。うん、小さい椅子はいらないだろ。使います。じゃあタラちゃん、赤ちゃん用の椅子をまだ手放さないの？強情なとこ誰に似たのかな。カツオ、さっきの椅子花沢さんに返した方がいいんじゃないのかい？やだよ、あんなに苦労して運んできたんだもん。ただいま。おかえりなさい。あんな椅子で勉強しても頭に入るわけなかろう。でも今日は2時間も勉強してるんですよ。何？あのカツオが2時間も？椅子のせいだといいんですけどね。いいかい、カツオ君、これとこれを約分すれば簡単じゃないか。あ、そうか。ありがとう、マスオ兄さん。この椅子を見てるとなんだか会社で重役に呼び出されてる気分だな。え、カツオは？お風呂は一番最後でいいんですって。まだ勉強してるの、お兄ちゃん。乗ってるみたいだよ。一体どうしたんだ？目が回っちゃって。ははー、椅子を回して遊んでたわね。あ、破れちゃってる。あちこち傷んでるから気をつけてとは言ってたけど。だから気前よくくれたのよ。こりゃもう使い物にならん。諦めるんだな。チェー、気に入ってたのに。もう治らないですか？残念だけど、明日ゴミとして出すしかないわね。かわいそうです。この椅子、きっとお兄ちゃんを座らせたくなかったのよ。どうしてですか？
だって全然お兄ちゃんに似合ってなかったでしょ。似合ってないです。こういう椅子は大人の偉い人が座らないと。僕の椅子も壊れないですか。え、なんで。赤ちゃんじゃないのに座ったからです。そうね、毎日重い重いって泣いてるかもしれないわよ。重いですか。あら、タラちゃん椅子なんか磨いてどうしたの。パパの会社の人にあげるです。まあ、なんで急に気が変わったのかしら。僕より赤ちゃんが座った方が似合うです。あ、ただいま。おかえりなさい。マスオ兄さん、カバン。あ、サンキュー。そうだ、タラちゃん、いいものをもらってきたよ。はい、この写真。まあ、かわいい赤ちゃんじゃないの。椅子もぴったり合ってます。タラちゃんに似てると思わない、その赤ちゃん。僕にそっくりです。カツオも最近似てきたんじゃない。あの、もらってきた椅子の元の持ち主に。そういえば、なんとなく。冗談言わないでよ。はあ、赤ちゃんの写真を。ええ、お礼の言葉も添えて。僕があげた椅子に座ってました。そうかそうか。実はな、タラちゃんにプレゼントがあるんだよ。何ですか。椅子だよ、タラちゃん専用の。ほら。わー、かわいいです。これならどこへでも持ち運びできるだろう。よかったね、タラちゃん。わーい、僕の椅子です。よほど気に入ったと見えるわね、おじいちゃんからもらったお椅子。どこへでも持っていくんです。おいおい、タラちゃん、持たされてるパパの身にもなってくれよ。椅子もう一